はい、岡田梨沙です。今回の動画は、私がガンプラだったり、プラモデルを作って YouTube に、上げさせていただくようになってから、約1年だったんですけど、配信とかその上げるベースはすごいバラバラだったんですけど、この今並んでる子たちはその YouTube を撮る前に撮ってた子たち で私の中で今まで作った思い出のある子たちをちょっと自分の中での記録としても残しておきたいなと思って今回の動画を撮っています。はい、中途半端にベスト4な感じなんですけど、私の中の作った思い出ランキング第4位の子が4位なのにセンターにいるっていう、このドムトルーパーこの子なんですけど、この子は確かお家の中に塗装ブースをとかも設置して初めて塗装した子なんですけど、全部この塗料の薄め方とかも全部すごい自己流というか、ちゃんと調べれてもなかった中塗った子で、色がすごいパープルのラメが好きで、でこの子なんですけど、こういった前もベアカイさんだ時のピンクのカラーとか、あ、こんな可愛い塗料があるんだっていうのをすごい感激して買って、この赤い部分とかもここだけのために塗料を出したり、当たり前のことだかもしれないんですけど、で塗ったり、あとこのモノアイのところもネイル用の丸いパーツを、くり抜いて後ろから はめ込んだりした子です。パープルのこのなんだろう、パールパープルみたいなのもなんか色塗ったりとかしたんですけど、すごい。でこの後ろのね、この足の部分ちゃんとバラして一個ずつパーツを塗装したんですけど、パーツオープナーを使ったにもかかわらず余計なくなってしまったりとかしながらも作ったです。そして第3位がこのファルシアさんで、エイジシリーズのこのすごいデザインに、まずこんな可愛い機体があるんだっていうのを教えていただいて、自分でヨドバシカメラに探しに行って見つけて買った子です。お花ね、こうやってモチーフというかある子だったので、ゴールドもちょっと入れたりグラデーションしてみたいな、全然できてないんですけど、ちょっと可愛くしたいなと思って組んだお気に入りの子です。そして第2位がこのギラズールさん。こちらはいただいたキットだったんですけど、この土台も制作会でクラムカフェの中で作ったジオラマなんですけど、木とかね、すごい他の
緒に参加者さんとか何人かいたんですけど、皆さんは、まあ、未知とかがあると、まあ、こういう、なんだろう、戦いで倒れたから木はこの向きで倒れてるとか、すごいあのコンクリートのところとかの汚し方とかもちゃんと考えて作っていて、私が全然それができてなかったんですけど、あ、そういうの背景を考えることも大事なんだなと勉強になった、はい、ここでもあります。で、このイラズルさん自体は今までウェザリングとかもしたことがなくて、これもまた自分流にいろいろ勝手にやってしまって、ただこの襟の部分とかこの白い部分を筆塗りしたりして、自分流になんかあのアイシャドウの茶色とか使ったりして汚したんですけど、なんかすごい、なんだろう、いろんなアドバイスを、アドバイスは全然嬉しかったんですけど、こう、ここはこうだからこうなんだよみたいなことを一番言われた時期で、それでもうわーっていうこうモヤモヤをなんか絶対おかしいと思うんですけど、なんか線香でこのパテを穴を開けたりとかして、すごいこの子にはなんだろう、そういうのを発散させてもらった思い出がある子で、ただその話をした時にグラムのお客さんが読んでて、なんか好きに作ったらいいんだよみたいなのを言ってもらえたのが嬉しかった、そんな思い出が残っているです。そして、はい、一思い出の子は、うん、あのいろんなところに淡路島とかも一緒に旅行してくれているサーバルことサーバルプチガイちゃん、こちらもまた初めて自分でパテをモリモリしたり筆塗りしたり缶スプレーで塗装したりマステ貼って色分けしたりとかしたなんですけど、作ってすごい、なんだろう、モデルになっているキャラクターがいて、どうやったらその子に近づけるんだろうとか、そういうことを考えながら、なんか純粋になんか楽しんで作った子で、あとは拝もうに向けて作った子なので、すごいなんか、うん、なんかわ、自分らしさだったらおかしいですけど、そうね、なんかこう私の好きなように、まあ、どれもそうなんですけど、一番楽しく作れた子かなという感じです。はい、次の、これからもまあ失敗はたくさんするんですけど、まあ、失敗も楽しみながら作っていけたらいいなと思います。おやつのまた関係ないです、このね、琥珀糖というのを作ったんですけど、またね、この画質だと分かりにくいかもね、これすごい失敗してる子なのに、モサモサした結構、まあ、砂糖のお菓子なんですけど、なんか宝石っぽく色とかもシロップでつけたりとかしてるお菓子なんですが、これも自分流にちょっと分量を変えたりとか、煮込む時間とかを変えたりして、徐々に、まあ、よく
自分の中では作れるようになってきたかなっていうお菓子の一つなんですけど、まあ、こうやってこうなのかなどうなのかなって考えながら作ることは楽しいことだなと思っています。こんな感じで私が今まで作った子たちの、まあ、他にもあのどれもあこれこういう時に作ったなっていうものがたくさんなんですけど、その中でも特に思い出のある子を紹介させていただきました。全然ダメだよと思えるかもしれないですけども、でもよかったなと思ってくださった方はまた動画など見ていただけると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。おつなのこでした。こんな感じです。サーバル貝、サーバルちゃんプチ貝です。ファルシアさん、これも分かりにくいかな。ドナトルーパーさん、イラズールさん、こんな感じです。後ろです。